さあ、じゃあ、はお、松本君の帰りです。今日は美人な、美人は綺麗な筋肉でできているの教科書98ページ、第24です。背中、腰、お尻の筋肉をチェック、ピラティススワン。こちらは背中と腰とお尻の筋肉に効かせていきます。詳しく解説していきますので、レディゴー。まあ、パッと見ね、絶対やったことない種目だと思います。普通に生きてて絶対やらない種目なんですが、それだけに普段使っていない筋肉を活性化させることができますので、これも正しいフォームでやらないと本当に効果がありません。ぜひじっくり今から見てください。うつ伏せに寝るんですが、肘の角度90度にしてください。肘の角度90度にしたまま、このまま上体を上げていきます。肘をぐーっと伸ばしますね。そうすると背中の筋肉意識できると思います。その後ゆっくり戻ってきて、今度は足を上に上げていきます。お尻と太ももの裏ぐーっと意識してください。下ろします。今度はまた上半身上げて、背中の筋肉意識してください。ぐーっと意識して、力抜かないようにゆっくり戻ってきたら、できるだけ高くお尻、太ももの裏、足をぐーっと上に上げてください。効きます。ゆっくり下ろして、これを繰り返していきます。1分間いきましょう。肩すくまないようにしますね。肩をすくまないように、しっかりと背中に意識して、筋肉に効いてると、背中の筋肉にゆっくり戻ってきます。そして今度は足を上げます。しっかりお尻の筋肉、太ももの裏に力が入っているのを感じながら、ゆっくり戻していきます。はい、また肩をすぼめずに上体を上げていきます。しっかりと背中の筋肉意識して、ぐーっと効いてるわと感じながら、ゆっくり戻っていきます。はい、今度はお尻と太ももの裏の番です。ぐーっと力入れて、力抜くときはないです。しっかりと力を入れたまま下に下ろしていきます。はい、集中してやってると本当にあっという間に時間が過ぎていきます。筋肉に集中して、背中、お尻、太もも、使ってる部分にしっかりと意識を集中してやっていきましょう。以上です。